キャッシュレス化とかですね、あとネット通販の拡大ということで、カードの利用者数っていうのは、基本的には右肩上がり傾向と。白坂慎太郎の経済ニュースの本質。白坂慎太郎です。今回は丸い株価どうなるというテーマでやっていきたいと思います。はい、結論は下がるというのは今回の結論です。ぜひ最後までご視聴ください。よろしくお願いいたします。はい、まずですね、丸いですね、どのような会社なのかということなんですけど、はい、一般的な消費者のイメージとしては百貨店というイメージが一番強いんではないかと思います。はい、ただ百貨店事業というのはですね、利益が出てない事業ということです。はい、赤字ではないですですけれども、実際利益の額としてはもうほとんど出てないということです。はい、逆にですね、利益をですね、丸いグループという形で稼いでいるのはですね、クレジットカード事業ということですね。カード事業が稼いでるということです。はい、なので、投資家視点だとですね、丸いは、カード会社であるということです。はい、で、百貨店っていうのはこのカード会員を増やす、動線の一つというふうに見るのがですね、一番実態に近いというふうに考えています。はい、ちなみにですね、消費者のカードの利用用途っていうのは、どんな形で使われているのかということなんですけども、はい、一番多いのは家賃払いということですね。はい、これがですね、5732億、使われている、決済で使われているということです。はい、なので、家賃をですね、カード払いするとですね、その分ですね、ポイントが貯まるみたいな、そういう使い方ということですね。はい、そして、EC ネット通販ですね、これが5219億ということです。あと定期払いということで、例えば生活費のですね、通信費だとか公共料金の払いに、カードを使っているというのが、3093億の決済ということですね。はい、で、トラベル、エンターテインメントということで、いわゆる娯楽ですよね。これが2713億ということです。はい、そして商業施設ですね、百貨店、ショッピングセンターということで、これは丸いでですね、実際使われる場合ということになりますけれども、はい、こちらの決済が2554億ということで、家賃とかですね、もしくはネット通販の半分以下の流通総額っていうのが、商業施設、百貨店、ショッピングセンターということですね。はい、なので、一番多いのは家賃払いと、それからネット通販、この決済でですね、丸いが発行しているクレジットカードが使われているということです。はい、ではですね、カード会員数の推移なんですけれども、はい、2011年から見た場合ですね、2011年が476万人が、カード会員でしたということですね。はい、で、2020年の3月31日の決算の時が、720万人ということで、この時がピークになってます。はい、そして、コロナということでですね、一回こう大きなブレーキがかかってですね、直近は714万人という数字の報告になってますということです。はい、つまりですね、コロナでですね、一時的にブレーキっていうのはかかったものの、キャッシュレス化とかですね、あとネット通販の拡大ということで、カードの利用者数っていうのは、基本的には右肩上がり傾向ということが言えます。はい、なおですね、丸いをですね、流通系カードのですね、競合他社と比較した場合ということなんですけど、はい、今回はイオン、セゾンと比較しています。はい、イオンがですね、イオンカードっていうのを発行してますということですよね。それからセゾンがですね、セゾンカードっていうのを発行してますということです。で、マルイがですね、エポスカードというカードを発行してますといったときにですね、はい、縦に見ていくとですね、イオンはですね、カードでの流通総額っていうのが 6.2 兆円ですと。そのうちの 7.6% がイオンの売上になってますと。4706億ですね。そしてそのうちの 6.4% が当期純利益ですね。法人税まで支払った最終の当期純利益で302億残ってますと。ということです。はい、でセゾンに関しては流通総額が 4.8 兆円、うち 7.5% の3629億が収益として計上されていますと。でそのうちの 9.7% が353億当期純利益で残っているということですね。はい、で今回の丸井に関しては流通総額は 3.1 兆円ですと。うち 6.2% が丸井の収益2093億で計上されていますということですね。はい、そしてそのうちの 8.5% が当期
準利益ということで178億残ってますということで、まあ、競合他社と比べたときにですね、流通総額から収益売上の割合というのがですね、まあ、今回の3社の中ではマルイが一番低いということです。はい、なのでですね、まあ、マルイをですね、まあ、一旦まとめるとということなんですけど、はい、まあ、まずマルイはクレジットカード会社ですということですよね。はい、で、まあ、そのクレジットカード会社マルイにとっての、まあ、機会チャンスっていうのは、まあ、キャッシュレス化が進んでますということですよね。あとは、まあ、ネット通販が拡大していて、そのネット通販でクレジットカードが使われるようになってますということです。はい、これが機会チャンスということですね。対して強みっていうのは、これは競合他社と比較した場合の強みということになりますが、はっきり言ったら特に見当たらないということで、まあ、流通総額に占める、まあ、収益率、ということで見た場合は、まあ、決して高い企業ではないということです。はい、であればですね、まあ、マルイの利益創出能力から見積もれる企業価値はいくらになるかということなんですけれども、まあ、3746億になるということです。はい、ではですね、株式市場の評価であるマルイの時価総額はいくらで評価されているかということなんですけれども、はい、4479億で評価されてますということです。はい、すなわちですね、まあ、企業価値3746億に対して、まあ、時価総額は4479億で評価されていますので、はい、割高ということです。価値に比べて時価が高いということですね。株式市場は短期では単なる人気投票機、しかし長期だと価値測定機ということで、はい、マルイの今後の株価はですね、まあ、2147円が1796円まで下がるというふうに予想します。はい、ということで今回はですね、マルイ株価どうなるというテーマでやってきたんですけれども、結論は下がるというのは今回の結論です。はい、そしてですね、最後にお知らせを3点させてください。まず1点目ですけれども、はい、白坂の、まあ、メルマガ登録特典ですね。で、株式投資で資産を10倍にする方法などですね、まあ、特典動画っていうのも無料にてお受け取りいただくことができます。もし内容に興味関心があるという場合は、概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上無料にてご視聴ください。はい、2点目ですけれども、 EV 戦争の覇者という動画ですね。はい、で、今来ている大波 EV 電気自動車に関連して、 EV 戦争の覇者新動画版という、まあ、価値の高い動画講義っていうのがですね、まあ、無料にてお受け取りいただくことができます。もし内容に興味関心があるという場合はですね、概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上無料にてご視聴ください。そして3点目ですけれども、チャット GPT で10倍を狙うということで、今超話題の AI チャット GPT に関連して、チャット GPT から10倍を狙う方法という価値の高い動画講義を無料にてお受け取りいただくことができます。もし内容に興味関心があるという場合はですね、概要欄よりあなたのメールアドレスご登録の上無料にてご視聴ください。はい、あなたのとても貴重な時間にて動画を最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。